川尻石器時代遺跡は、神奈川県相模原市緑区国が原にある、縄文時代中期から後期の集落跡、国の史跡に指定されている。川尻石器時代遺跡相模川が、丹沢山系を抜けて、相模台地に広がる貸し段丘が始まる地域に位置し、標高は約140メートル。川尻の名は、旧地名に由来している。発見当初は、 十分に遺跡に関する研究が進んでおらず、石器時代の遺跡と考えられたため名称に、石器時代遺跡と命名されたが、後に遺跡の大部分は、縄文期の遺跡と判明した。遺跡の下層には、縄文時代中期の縦穴住居跡、上層には、縄文時代後期の敷石住居跡等、合計80件以上の住居跡が確認されている。最初の発見時期は不明だが、 大正年間には、すでに豊富な遺物が見つかっており、1929年、縄文時代後期とみられる、絵鏡形式石住居跡1件が検出され、1931年7月31日に、国の史跡に指定された。その後も、範囲を広げながら、発掘作業は続き、1989年の調査で、縄文時代中期の縦穴住居跡46件、 後期の敷石住居跡一件などが確認され、それまでに知られていなかった古墳時代平安時代の集落跡や旧石器時代の遺構、遺物も出土した。その後の発掘、研究によって遺跡の全容が明らかになったことから2001年1月29日、2004年9月30日、2006年7月28日に相次いで国の史跡の指定範囲が追加され、 遺跡全体の総面積は23,356.62平方メートルに及んだ。敷石住居跡の遺跡からは多くの遺物も見つかっており、落とし穴の遺構、打製石符、石碑、石賊、石剣、叩石、砥石、石皿、石棒、亀型土器、土偶、土製円盤などが出土している。また、縄文末期の住居群跡では、廃石遺構や、 排石母群が見られるのと合わせて、集落の中央を掘り下げて、窪地化した造成の痕跡が見られ、窪地から衝骨が大量に出土するなど、墓や飛ぶらいの文化につながる得意な縄文文化の変遷を残している。画像をアップロード。ありがとうございます。